ご覧の通り全ページはフルカラー。難解な工程には途中経過の写真を添えた解説がついていたりと、幅広いレベルの作品がぎっしりと詰まった折り紙ファンならずともおすすめの一冊となっています。こんにちは。ビックリマンチョコに入っているあのウェハースのお菓子を気持ちが悪くなるぐらい食べてみたい折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り紙好きな方にはもちろん、折り紙に詳しくないよという方にも気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて、今回は折り紙書籍の紹介会まあいいや。ということで早速ご紹介するのがこちら、じゃん。2022年2月26日に川出書房新社さんから発売されたばかりの新刊、マイマイのゆるかわ最強折り紙。折り紙ファンの間でおそらく知らない人はいない代表作ハリネズミをはじめ、次々と名作を生み出している実力派の折り紙作家今井雄大さんが著者となる、おそらく初めての書籍となります。この表紙を見ただけで僕たちおじさん世代にはグッとくる、こんなのとかこんなのとかこんなのとかも載っています。もちろんこちらに載っている全ての作品の折り図が掲載されていますので、実際に折って楽しむことができます。掲載作品数はなんと16作品。初心者でもサクッと折れちゃうような優しい作品から、80センチ四方の巨大な紙を用いて数日かけて完成させるような超大作まで、幅広いレベルの作品を網羅した盛りだくさんの内容になっています。ということで、こちらに掲載されている全16作品、その一つ一つを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではいきますよ、せーの、レッツパンダ。一発目を飾るのにふさわしい立体的な造形の跳ねるイルカ。可愛らしくシンプルな造形ながら、胸びれと背びれの位置関係など細かなこだわりが込められた作品です。とっても可愛いモンシロチョウ。こちらも初心者向けの作品ではあるものの、羽についている特徴的な斑点、こちらをインサイドアウトという技法を使って織り出すところなどは、さすがプロのお仕事。はい、次にオスワリ犬とバンザイ猫。名前の通りお座りをしている犬と前足を上げてバンザイしている猫、途中までの織り工程が共通している2作品となります。後半の折り方を少し変えるだけで、まるで別物のように仕上がる、そんな不思議な感覚が楽しい作品です。ゴマフアザラシの赤ちゃん。真っ白な体にポツンと眉、目、鼻と口が配置された、なんとも言えず可愛らしい作品ですね。なんでもある日創作に行き詰まってふて寝をしたところ、夢の中でアイデアがふっと湧いてきたのがこの作品の誕生したきっかけなんですって。名前の通りとってもキュートなユニコーン。折り紙らしい角を多用したシンプルのデザイン、そこに角や背びれ、尻尾にかぎ爪など、各所にインサイドアウトを施すことで、初心者向けでありながら非常にクオリティの高い作品に仕上がってますね。さっきのキュートユニコーンと同じコンセプトで誕生したこちら、プリティペガサス。キュートユニコーンと見た目も雰囲気も似ていますが、折り手順は全く異なるという作品。まあ、ここではちょっとお見せできませんが、両作品の展開図を並べてそれぞれの違いとそれぞれの共通点を探すのも楽しいですね。ちょっとマニアックな説明になりますが、このツバメは直角である90度の6分の1の角度となる15度の倍数の角度を多用した、いわゆる15度形と呼ばれるやや上級者向けの構造を持つ作品です。細い角を織り出せるこの技法により、ツバメのシャープな造形との相性が良く、すっきりとした仕上がりになっています。お腹の部分が白くなっているのも可愛いですよね。
口元から胸元にかけて白い毛で覆われたカワウソって、何これ、むちゃくちゃ可愛いですやん。特にこの口元とかやばい、これはずるいです。顔の造形を細かく織り出しながらも、あえて目の部分を作らないことで表情を想像で補うというのも折り紙作品の楽しみ方の一つですよね。立体的なお尻もとってもキュートな作品です。はい、出た、神作じゃなくて神作来ましたよ。これ冒頭でも少しお話しした著者今井雄大さんの代表作として有名なこのハリネズミ、2017年の第3回国際折り紙連盟展にてコンテスト1位を獲得したという紛れもない名作中の名作、他の書籍にも掲載されている作品ということで、このチャンネルでも過去にご紹介したのですが、背中の蛇腹がね、とにかく美しいんです。とにかく気持ちいいんです。この作品を折るためだけにこの本を買ったとしても全然元が取れると個人的には思っています。アルマジロというと、一般的には背中を丸めてボール状になっている姿をイメージすることが多いですが、この作品では丸まっていない状態のアルマジロを表現しています。もっと言うと、この作品はムツオビアルマジロという丸くならないアルマジロがモデルになってるんですって。そんなん知らねえよと思ったあなた、僕も知らなかったです。いやー、勉強になりましたね。レッツパンダでおなじみのパンダくんです。なんというか、とっても味のある表情ですよね。ふふんって余裕を感じさせるような、ちょっと人を小バカにしているような、それでいてほっこりとさせてくれる優しい表情。パンダを題材にした作品というのはいろいろありますが、こうして座っているパンダというのはあまり見かけない気がします。立体的な造形もさることながら、耳や目、鼻から体の模様まで髪の裏表を使って見事に表現している非常にクオリティの高い作品となっています。恐竜の人気投票すると、必ずと言っていいほど上位に食い込んでくるトリケラトプス、それゆえ折り紙の題材としても比較的ポピュラーな作品ではあるのですが、この特徴的なフリルをどう表現するかがそれぞれの作品の個性になっていたりします。この作品ではフリルを扇状に広げた蛇腹で織り出すことにより、立体感だったりこのギザギザの質感を表現しています。オーソドックスな題材ではありますが、やっぱり恐竜というのはシンプルにかっこいいですよね。この本の売りの一つ、ウルトラ怪獣の作品が載っているということで、一つ目がこのカネゴン、初出は1966年に放映されたウルトラ Q がオリジナルとのこと。リアルタイムで見られた方というのはなかなかいらっしゃらないと思いますが、その奇抜でユニークな造形ゆえに世代を超えて親しまれてきた怪獣の一体1995年生まれの若い著者に創作意欲を与えるだけのインパクトを持っているということからも、このカネゴンがいかに魅力的な怪獣であるかがよくわかりますよね。ウルトラ怪獣二つ目はこちら、バルタン星人。宇宙忍者の異名を持つバルタン星人は歴代のウルトラマンシリーズにも幾度となく登場する常連キャラなので、おそらくウルトラマンを見たことがないという方でもバルタン星人の存在くらいはご存知なのではないでしょうか。ちなみにスマホや PC でバルタン星人と入力するとこんな変換がされるくらいですしね。ウルトラ怪獣3つ目はこちら、ゴモラ。さっきの2作品に比べるとやや知名度が劣る怪獣かもしれませんが、僕は個人的にこの怪獣がむちゃくちゃ大好きでした。なので多分ゴモラしか載ってなかったとしてもこの本を買っていたと思います。大阪城を壊すシーンとかやばいですよ、本当。本書の最後を飾るのがやはりこちら、構想から完成まで2年半を費やしたというクジャク。クジャクの飾り羽ってすごく綺麗ですけど、その模様一つ一つを折り紙で表現しようだなんて、よほどの変人しか思わないですよね、普通。推奨サイズは80センチ。作者の今井雄大さんご本人にしても、一つ完成させるのに数日かかるという超大作。折り図を一目見ただけでも心が折れそうになる、そんな細かさですが、
そこはやはり折り紙愛好家としては挑戦したくなるもの。僕の中のいつか挑戦してみたいシリーズの紛れもなく上位に食い込む作品の一つです。はい、以上16作品ザザーっとご紹介してきましたが、あなたの気になる作品はありましたか？今後この本に掲載されている作品も一つ一つご紹介していきたいと考えていますので、引き続き折り紙パンダの動画をご視聴いただけると幸いです。冒頭でもお話しした通り、本書は市販の15センチの折り紙で簡単に折れる初心者向けのものから、大きなロール紙などを切り出してコツコツと仕上げる上級者向けのものまで、本当に幅広いレベルの作品がぎっしりと詰まった折り紙ファンならずともおすすめの一冊となっています。ご覧の通り全ページはフルカラー、難解な工程には途中経過の写真を添えた解説がついていたりと、徹底的な親切設計、さらに著者自らの面白おかしい創作エピソードや折り紙トリビア、綺麗に折るコツなど充実したコラムも満載です。本日ご紹介した16作品、すべての折り図が掲載されています、マイマイのゆるかわ最強折り紙。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。この動画の感想やリクエスト、ご意見などをいただけると、今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あと、チャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。折り紙の新刊が発売されるたび、個人的に思うことがあります。折り図の表記の仕方が、より正確で、より分かりやすく、日々改善されているということ。折り紙というのは、古くから日本の文化に根ざした伝統的な紙遊び。であるにもかかわらず、どこかマイナーで、どこか封建的な、なんとなく閉ざされた世界。そんなイメージが付きまとっていました。けれども近年、インターネットや SNS の普及、発展に伴い、折り紙の文化を多くの作家や愛好家たちが集合地として集結させ、昇華させ、そこから幅広い層に訴求できる。そんな環境が育ってきたように感じます。今よりももっと多くの人に折り紙の魅力、折り紙の可能性を感じてもらい、今よりももっと誰もが気軽に楽しめるような、そんな風になったらいいな。そしてこのチャンネルがその一助になれたらいいななんて切に願う僕でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね、バイバイ。